はい、アザラシ農園49日目です。49日、もうほぼ50日近くやって、まだこれといって作物らしい作物が取れてない。どうなんだ、ミニトマトはまだ赤くなりません。それよりもちょっと問題なのはね、ちょっと最近 YouTube で菜園系のチャンネルを見てたら、これ茂りすぎなのではないかなと。ピーマンと人が近くて、もっとこの風通しを良くしないと病気とかなるし収量が下がるっつってね言われててね、これじゃあダメでしょうと思っております。茂りすぎ、まあ一応取れそうなピーマンはあるけどね、取れそうなピーマンあるけどね、まだちょっと、もうちょっと、これはでかいな、これはでかいぞ、これはでかい、取った方がいい。で、これナス、これなんだ、ベト病ってやつかなになってる気がする。葉っぱが白くて、全部落とした方がいいんだよね、なんかカビの一種でね。虫じゃねえか、虫がいっぱいいる、いやー、葉っぱ落とします。はい、秘策を実行しました、植え替えたよこれでだいぶスッキリしたんじゃないかな。ほらほら、スカスカ、こっちから見ると特にスカスカ。今までこう2の2列やってたんだけど、こことここのししとう、違う、唐辛子をこっちに植えて、これとこれね、じゃあ唐辛子はもういらねえかな、あっちだ、あそこの2つで、ここに植えてたピーマンをこっちに移動したって感じ、これでだいぶスッキリしたんじゃないかな。なんかね、すごい風通しよくしないとすぐ病気が来るらしいの。それに対処するためにいろいろと工夫しなくちゃいけないようなのだけれど、このままじゃね、風通し絶対悪いと思ったのでこうしました。今ね、植え替えたばかりなんで葉っぱがしなしなです。この時期の植え替えってどうなのって思うけど、まあまあやらないよりはいいんじゃないかな。はい、ってな感じで、ちょっと改造を加えました。一つの畝でやるつもりだったけど、あまりに密集しすぎてこのままじゃダメだと判断下しました。はい、ということで、アザラシ農園49日目でした。ほなまた。